自慢のトラップの数々ニンニンにも見せて差し上げますわ。あはははは。サトコダメだよ、トラップなんて使っちゃ。なんだか今日はやけに疲れますわね。部活前に一息入れておきましょうかしら。とりあえず目を閉じて、サトコ、サトコ、起きてくれよ、サトコ。人がせっかくいい気持ちで寝ておりましたのに、私の名前をお呼びになるのは一体誰ですの？サトコ、僕だよ、サトシだよ。え？ニーニー？ニーニーですわ！ついに戻ってきてくれたのですね！ごめんな、サトコには心配かけたね。そんなことございませんわ。ニーニーが戻ってきてくれたら私の苦労なんて。あ、サトシ君、どうしてここに？本当に、本当にサトシ君なの？サトコ、まさか鏡で願いを叶えたのですか？いいえ、身に覚えなどございませんわ。これは本物のニーニーでしてよ。変なこと言わないでくださいまし。たとえリカでも許しませんわよ。仕方がないのです、レナ、サトコのお持ち帰り許可しますのです。本当？はー、お持ち帰り。お料理の時間ですわね。Thank you.
サトコ、きっと後悔しますのですよ。ハックリ、いいか、許してくださいませ。でもこうなったら願いが叶うという鏡をぜひとも手に入れてみせましてよ。サトコ、鏡が手に入るとどうなるんだい。誰にも文句など言わせることなく、ニーニーをニーニーと呼べるようになるのですわ。こら、さっきからドタバタやっているのはまたあなたたち部活のメンバーですね。あ、知恵先生ですわ。ここは退散いたしませんと、触らぬ神になんとやらでしてよ。どこへ行くんです、北条さん。それから、北条さとしくんですか。まさかさとしくん。さとこちゃんの隣にいるのは本当にさとしくんなのですか。ええ、そうですわ。本当に本当、正真正銘のニーニーですわ。一体どうしてここにサトシ君が。まさか、そんなはずがありません。今まで一体どこに行ってたんですか。みんなあなたのことを心配して。とりあえず話を聞かせていただきましょう。サトコちゃんにサトシ君、私たちと一緒に来ていただけますか。そうですね。それに警察にも連絡しないと。ちょ、冗談ではございませんわ。ニーニーを警察に連れていくなんてこと、この私が絶対絶対許しませんわ。でもね、北条さん、鏡を手に入れる前にニーニーを奪われてたまるものですか。監督と先生が何とおっしゃろうと、私は勝ち抜いてみせますわ。ニーニー、戦闘準備ですわよ。わかった、サトコ、行くよ。お料理の時間ですわね。僕はここで終わるわけにはいかないんです。
サトシ君がくニーニーかっこいいですわ。はあ、私とニーニーとの息がぴったりなのでございますわ。なんて素敵なんでしょう。当然だよ。なんだって僕とサトコは血を分けた兄弟なんだからね。そうでございますわね。ますますバトルが楽しくなってまいりましたよ。いや、そこへ行くのは東条さんと。これは大石さん、ひょっとしてこの子とどこかで会ったことがあるんですか。まあ、大石さん、こんにちは。急にお戻りとはどういうわけですか。ところで北条さん、事故現場の遺留品が盗まれたことは知っていますか。ええ、ニュースで存じておりますが、確か願い事が叶う鏡とか、それがどうかしまして。それなら話が早いですね。もしお持ちでしたら、それは即刻私たち警察にお渡しいただけないかと。我々は消えた鏡の行方を追っているのです。そんなことおっしゃって、大石さんこそ自分の願い事を叶えて美味しい思いをしたいって魂胆でございましょう。なぜそれを。そうなんですか。そんなことはありません。北条さと子さん、侮辱罪で逮捕します。お料理の時間ですわね。それは快速に何があったんですわ。受けられないか。決勝です。まだできる。快速に何があったんですわ。そんなもの。これ快速第3条ですわ。こんな快速第3条ですわ。快速第3条です。えいっえいっえいっ。快速第3条ですわ。快速第3条ですわ。そんなもの。快速第3条ですわ。まだまだ。快速第3条ですわ。それは通りませんよ。知らないで死んでみましたが、本当の意味を知
しれないそれ死ぬ可能性もあるかもしれない公僕の立場も忘れて私腹を肥やそうだなんて神をも恐れぬ所業でございましてよ確かにとりあえず起き上がってこないようにえいいやあばったりさあニーニー次へ参りましょうああああちょっと兄ちゃんすまんね実はこの子の家を探しとるんだけどあなたは確か植木屋のおじさん私の記憶に間違いがなければおこのぎさんでございましたわよねなんで兄ちゃんがここにいや、その話は後で聞くとしてちょっと迷子のうち探しに付き合わされとうてな力貸してくれんねお家に帰りたいのでこの子うちに返してやるにはあんたらの持ってるって願いを叶える鏡があればってまさかそれで兄ちゃんが帰ってきたんか確実じゃねえその鏡俺らにも貸してくれんねお願いです私をお家に返してかわいそうだとは思いましても私たちも必死なんですのまだお貸しすることはできませんわあもったいぶらんでもよかねえだったら力ずくでももらい受けてやらんねえおこのぎさん、頼りにしてもいいですか？ああ、それ、任せたらね。茶番はよろしくてよ。さあ、かかってらっしゃい。お料理の時間ですわね。返す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 勝負。
なかなかどうして。返してやれんで、すまんな、みよこちゃん。いいんです。おこなぎさんこそ大丈夫ですか？悲しい結末でございますが、先へ急ぎましょう、ニーニー。すみません、二人とも、後で必ず。待ってたよ。戻ってるって噂を聞いたんでね。久しぶりだね、サトシ君。はい、こんにちは、おばさん。お姉さんと呼び、もうすぐあんたのお母さんか。え？さあ、おいで。あたしらと一緒に帰るんだよ。おばさま、ニーニーをどうするつもりでございますの？おばさん、僕は行かないよ。サトコとこのバトルを戦い抜く約束をしたんだ。おっと、そうはいかないよ。シオンをうちに連れ戻すには、サトシ君、あんたをおとりにするのが一番なのさ。カサイ、この二人を連れ帰るんだよ。お二人ともご容赦願います。力づくというのでしたら仕方がございませんわ。受けて立ちましたよ。お料理の時間ですわね。こんなの平気ですわよ。海賊じゃない海賊ですわ。海賊じゃない海賊ですわ。そんなもの。海賊じゃない海賊。えい。まだまだ余裕さね。やれ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 。海賊じゃない海賊ですわ。が過ぎそりゃ快速第3ですわ。快速第3ですわ。ちょっとまずいかも。快速第3ですわ。そりゃ、ね、調子に乗りすぎでございますよ。平気ぶり。快速第3です。心を収める。海水の陣じゃないかい。少し静かにしましょう。少し静かにしましょう。海賊大変。くださいませ。本当の理由を知れないとは信じて
ましたのに。本当の名前を知らないと信じていましたのに。私は負けてますます気に入ったよ。よっこらしょっと、一瞬の婿にしてやる。そうは参りませんわ。ニーニーは絶対に渡しませんことよ。さあニーニー、最後の戦いに行きますわよ。あ、待てよサトコ。サトコってば。惜しいね、さとこちゃんさんいなきゃだよ。さとこ、さとし、待ってたよ。これが最後の戦いだね。さとしくん、しおん、こんな形で再会することになるなんて。どうしても理解できなくてさ。どうやって僕はここへ来たのか、なんで僕はここにいるのか。それはニーニー、そんなことを考えなくてもよろしくてよ。今私と一緒にまたこうして部活ができることを思う存分お楽しみ遊ばせ。ダメよサトコ、それは間違っています。何が間違ってるとおっしゃるのですか。ニーニーがこうして戻ってきてくれたことをなぜ喜んではいけませんの。それは、それはね。シオン、無理して言わなくてもいいよ。後でサトコには私から言うから。おねえ、でもそれじゃ。ちょっとお二人とも、何か隠し事でもしていらっしゃるのですか。そうやってひそひそ話をやめてくださいませ。何、一体どういうことなの。シオン、ごめんなさい。二人とも、私が鏡に願ってしまったんです。え？サトコが寝言でニーニー戻ってきてっていうのを聞いてしまったものだから、ついサトシ君がいてくれたらって。何を謝ってらっしゃるのか意味が分かりませんわ。ここにいるのは本物のニーニーでしたよ。そんな鏡から出たニーニーじゃございません。違うよサトコ、それは本物のサトシじゃないんだよ。偽物なんだ。そうなんです、そこにいるのは私たちのサトシ君じゃないんです。いいえ、聞きたくありませんことよ。そこまでおっしゃるなら私たちに勝ってからにしてくださいませ。お料理の時間ですわね。それ、あっ、待ってくれ。えい、まだ、えい、えい、このくらいじゃ快速に大爆発。快速に大爆発。まだまだ、快速に大爆発。なもの、あれ、快速に大爆発。無駄ですよ。やめや。よくも快速に大バントですわ。そんなものな、無駄ですよ。快速に大バントですわ。それ、そんなもの。快速に大バントですわ。快速に大バントですわ。おじさんも怒られた。
私たちが勝ったからにはニーニーはやっぱり私のニーニーでございますわ。残念です。負けたことでサトコに気づかせてやりませんでした。こっちが強かったんだ、仕方ないさ。おねえ、私悔しい。さあ帰ろう。これ以上いても未練が残るだけだから。はい。ニーニー、さあニーニーの願いを叶えてくださいませ。いや、僕はいいよ。サトコが願い事を叶えなよ。いいえ、ニーニーこそ何かを願うべきですわ。いや、僕はいいって。別に遠慮しなくてもよろしいんですのよ。本当にいいんだ。サトコこそ何か願い事があるんだろう。私に願い事なんて。こうしてニーニーと一緒にいられるだけで私の願いは叶っておりましてよ。僕こそこうしてサトコといられるだけで、あとはもう何もいらないんだ。だから、いいえ、だから、いいえ、頑固だな。ニーニーこそ、ま、割れてしまったんですね。途端に消えてしまいましたわ。いいえ、サトシ君のことだからきっといたずらしてどこかに隠れているんですよ。もう相変わらずいたずら好きなんだから。おーい、サトシ君、出てきたらどうです。サトコが悲しんでいますよ。おーい。よろしいのですわ、シオンさん。私、なんとなく気づいておりましたのよ。あれは、本物じゃないんだってことくらい。サトコ。サトシ君のためにも私、サトコのネーネーになってあげます。ありがとう、シオンさん。二人で、ニーニーが戻ってくるのを待って差し上げましょう。え？